にちは、近平正史です。動画をご覧いただきありがとうございます。趣味でピアノの音色の特徴を探る旅をしています。ピアノの設計上の工夫がどこにあるのか、この動画ではベーゼンドルファーを取り上げてみます。ベーゼンドルファーの特徴を主に3つ紹介してみます。1つ目は、低音部の弦をなるべく鍵盤の中心に寄せたいという意図が見えること。2つ目は、ピアノ側面の側板、リムの素材がスプルースでできていて、加工に大きな特徴を持つこと。3つ目は、本体を支える支柱の組み方が格子状であること。以上3点はよく知られていることではありますが、少しでもイメージしやすくなるようこの動画をお送りしますので、一緒に見ていきましょう。動画の最後に気分で弾く私の即興曲を入れておきますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは実際に見ていきましょう。ここが C4 ドの音です。A3 フラット、 A2 フラット、 A1 フラット、 A0 フラットから下はヤマハ、カワイ、スタインウェイなどのピアノにはありません。ベーゼンドルファー225には4件、290インペリアルには9件、それぞれ黒で塗られたエクステンドキーが追加されています。エクステンドキーの存在をどのように解釈できるでしょうか。それは結果的に低音部の弦を鍵盤の中央に寄せることができるということです。リムに近くなれば鍵盤は振動しにくくなって、弦振動の共鳴振動への伝達が効率的ではなくなります。それではピアノの下に潜ってみましょう。一般的なピアノの支柱が扇形に組まれているのに対して、ベーゼンドルファーの支柱は格子状に組まれています。